私にお任せください。チキショウモタレ、生きてるわ。悪運強いわね。誰？二人とも無事か？皇帝陛下、僕無事じゃありま。よかった。三人目がこんなに早く見つかって。助けてくれてありがとう。よろしく。私結城都。お、私が助けたかったのはこちらの方ですわ。あ、た、たまほめ！朱雀の巫女、血に染めたる衣を洗いて。やっと取れた。血ってなかなか取れないもんなんだ。それにしてもあの塗り子って子、何のつもりで玉褒めにあんなことしたんだろう。ムカつくな。でも朱雀七星の一人なんだし、私がこの世界から脱出するには朱雀七星士の七人集めて朱雀の力を手に入れる以外ないんだし、無理してでもあの塗り子って子と仲良くしなくちゃ。でも仲良くするには、仲良くするには、よし、下着洗濯したらあの子のところへ行って。宮川。あ、うっ、変態。あー、ち、違う、俺はただかくまってほしくて。塗り子。あら、宮川さん、ごめん、遊ばせ。この人ったら私と二人っきりになると恥ずかしがっちゃって。さあ、たまちゃん行くわよ。なんなのよ、あの女は。どうして私があんな女と仲良くならなくちゃいけないの。絶対仲良くならない。でも仲良くならないと朱雀の力を手に入れることができない。朱雀の力を手に入れることができないと困るから。次女、次女の代わりに私の世話をする気？そ、そう。降りろ、てめえ。いい加減にしろよな。別に構わなくてよ。お世話させていただきます。ただし。お、はい。私とタマちゃんの邪魔だけはしないでくださいましな。こら、やめろ。邪魔なんてしませんよ。だ。何よ、タマ褒めのやつ。お前は俺が守ってやる。なんて偉そうなこと言っといて。かわいい。よせよせよせ。すっかり塗り子のペースにはまっちゃってバカみたい。宮川、髪を言うの手伝いなさいな。は、はい。宮川、私髪きれい？え、痛いわね、引っ張らないでよ。ここにホコリがついてるわ、拭きなさい。はい。少しでも残ってたら食事抜きよ。綺麗にすればいいんでしょ。なーに、まだこんなに汚れてるじゃない。ん、なにするの。あら、ごめんなさい、手が滑った。タマちゃん、こんな子ほっといてお食事しましょう。こいつ、なんて性格して。宮川をいじめんのやめろよ。タマちゃん、何怒ってらっしゃるの。俺はお前なんか嫌いなんですの。え、嫌いなんですのね。私なんかよりあの娘の方がいいとおっしゃるのね。いや、嫌いとかそういうんじゃなくて。本当嫌いじゃないのね。おお。あ、嬉しい。じゃあ
だからそうじゃなくて。嬉しい。かーいい気になりやがって。いいで。ミヤカ、どうしたの？私、以前宮廷の西口にある池を散歩している途中、この耳飾りの片方を落としてしまったの。わあ、変わってる。これは夜光樹というもので、私がこの後宮にお仕えすることになった時、母から渡された家宝の耳飾り。へえ。暗いところで光るこの石、探すとすれば夜が一番いいのだけれど、侍女たちは暗がりを恐れて行ってはくれず。なんなら私が探してきてあげようか。でもだってお母さんからもらった大事な耳飾りなんでしょ。大丈夫、任せといて。では私もお礼と言ってはなんですが、及ばずながら朱雀七世の塗り子としてあなたにお仕えしますわ。私絶対見つけてきちゃうから。お願いします。全くバカよね、あの子。ありもしない耳飾りを探しにこの暗い中を池に行くなんて。高級から一歩も出られなかった私が池などに行けるはずがないじゃない。全くですわ。今頃池の中で濡れネズミかしら。高級のしきたりを知らぬ異界の娘にはお似合いかもしれません。魔法め、今言ってたことは本当か？話せ、このバカ力。行かせないわよ、あんな子のところへなんか。宮川はただお前と仲良くなりてんだ。それくらいわかんねえのか。気に入らないのよ、あの子。陛下もあなたも独り占めにして。私など高級に入って1年近く、陛下は見向きもしてくださらなかったのに。突然出てきてチヤホヤされちゃってさ。陛下も陛下だわ。あんなちっぽけな異界の娘の何がいいのよ。だから仕返しにあんたを取ってやろうって。なんだ。あんたほとり、いや皇帝様が好きだったの？宮川、お前無事だったのか。何よ。私絶対謝らないわよ。騙されたあんたが悪いんだからね。そうね。異界から来た娘というだけでみんなにチヤホヤされて。うん。バカにしないで。ちょっと怒ったらどうなのよ。それとも余裕？お返し。耳飾り見つからなかったけど綺麗な石でしょ。はい。私にやきもちなんて。私、ほとほりとは何でもないから、私、協力してあげようか。ほとほりに、それとなく言ってあげる。そっか、この子の好きなのは。から出稼ぎに来たのに、ここんとこ全然だったからな。待って、私も。お前は無理こと仲良くなって、朱雀七世の残りの4人を早く探せば。玉褒め、うっ、ひゃーかー、ゆりこ。何がほとほりとは何でもないよ。こともあろうに皇帝陛下の部屋に一泊して絶対許しませんわよ。でもあれは別に。玉ちゃん待って。仲良くなれそうだったのに元の木阿弥。ちょっと話しなさいよ。よかった、玉褒めに嫌われてるわけじゃなかったんだ。え、だ、だい男。
ょうがないな。私は男、それがどうしたっていうの。男のくせしてほとほりが好きなのあんた。しかも玉褒めにキスまでして。私、愛のためなら男の道をも踏み外すわ。頭痛くなってきた。私、これから無事に太一くんのところまで行けるのかしら。ごめんね、ダーリン。いやか、あんたなんてことするのよ。あら、ぬり子、なんか文句あるの。文句ってね。あんたもさっさとほとほりのことは諦めたら。バッカみたい、男のくせに。男？まさか。ひどいわ、バラすなんて。信じられん。私以外にあんな綺麗な男がいたとは。ゆ